では、次に、この愚痴の病に対するお釈迦様の薬を、教えていただきたいと思います。我々の、この愚痴の病、愚痴と言いますのは愚かで知恵がない、愚痴と言いますのは仏教では因果の道理がわからない心を言います。今の結果はどういう原因で起きたのか、宇宙の真理、お釈迦様が発見した大宇宙の真理である因果の道理がわからない心を仏教で、愚痴と言いますね。で、この愚痴の病を治すには因果の道理がわからないから因果の道理を知ればいいんです。で、この因果の道理を12縁というんですね。これ12因縁というふうに言う場合と12縁起という言い方があります。まあ、2つ言い方ありますけどね、おなじみなんですね。12の因縁によって、私たちは12の因縁、因果因果で我々は、年老いて死んでいく、この原因は無明にあるという、まあ、こういう因果を説かれる教え、あるいは因縁和合、因縁和合で、因縁によって、あるいは縁起、縁によって起きると書いて十二縁起とも言いますが、この因果の道理を詳しく言ったらこの12に、ね、12の因縁が因果の道理だと。で、これはですね、皆さんの苦しみの原因を、理論的に教えたものです。我々が今この世に生を受けてやがて年老いて死んでいく、生まれてから最後年老いて死んでいく、この人生の姿を見るとみんな苦しんでいるんです。苦しまない人なんて一人もいない。どうして年老いて我々は死んでいき苦しまねばならないか、この結果からですね、これ原因をお釈迦様は瞑想によってたどり着かれ、ついに苦しみの原因は無明である、愚痴であることを発見され、愚痴の闇を破られて悟りを開かれた。この十二因縁をですね、ずっと結果から原因まで見ていかれた。またこの原因から因果因果で見ていくと、この老死という年老いて死んでいくという結果になると。この因果関係をですね、原因、因から結果、結果から原因へとですね、これを、眺めていかれた。これがお釈迦様の悟りの境地であります。悟られた方法は、因果の道理を発見されて、愚痴の病を破られた。愚痴と言ったらこれは、イコール無明です。無明というのは明かりがない心。これが我々の苦しみの根本原因であると仏教では教えます。この私たちの表面的に現れる苦しみは、貪欲心理ですね。表面的には我を作ったために、我を満たすために、我にあったものを貪り、あるいは我を否定されるとこの怒りが起きる。元はこの我にあるんですけどね、その我を生み出した元は自分というものがわからない、自分というものがわからない無明から我が生まれたんです。自我が生まれたんです。だから、この欲や怒りの一番根元にある、根っこにある、根本にある苦しみの究極の原因はこの無明にある。だから愚痴が一番深いんですね。だから無明を破れば、愚痴を破れば、当然ながら貪欲も真理の病も消えていきます。でもこれはなかなか自覚できない。先ほどの、むさぼりとか怒りならばね、結構実感できるんだけども、ほとんどの人は愚痴と言ってもね、ピンとこないんです。私結構頭いいぞとかね、私賢いぞと、そんなバカなんと言われたくないと、こう思ってますけど、仏教では、ね、お前たちはバカなんだぞと、真理に暗い心を持っている人はみんな愚痴であり愚かであるとおっしゃるんです。愚かだから知恵がないから苦しみ悩みが消えないんだと。そこで皆さんの心、愚痴を破ってね、皆さんには賢い人になってほしいと、物事の道理が分かる因果の道理を知る知恵を与えていくのが仏教なんですね。だから愚かな私でもね、だんだんと仏教を聞いていくと物事の真理がだんだん見えるようになって、最終的には皆さんもね、この十二因縁が
分かる時が必ず来ます。まあ、この一部だけでも分かればね、苦しみ悩みは減ります。まあ、全部はとても無理でもね、どこかの一部分だけでも、理解していただいたら、皆さんの苦しみは確実に減らすことができます。まず愚痴の病を治すには十二因縁、これを知ることが大事だと。でこの十二因縁ですけどね、これがもし難しければ枠ごっくだけでもいいですね。この十二因縁をですね、ギュッと短くしたのが枠ごっくと言われます。この十二因縁の場合はですね、苦しみの原因を十二通りで教えられた言い方ですけども、それをさらに短くしたのが仏教では枠ごっくと言われます。我々が苦しみ悩むのはこの3つで起きると言われますね。枠によって業が起き、業によって苦しみが起き、また苦しみからまた枠が起きて業を作って苦しむと。我々は生まれる過去からずっとね、何度も何度も苦しんでいる人は全員ですね、枠ごっくで苦しんでいるとお釈迦様おっしゃるんです。枠ごっくとはどういうことかと言いますと、枠とはこれは惑いという字ね、つまり、煩悩のことを言います。仏教で煩悩を惑いと言いますね。惑いとは文字通り迷惑の枠だから、わからない、真理がわからない、心が迷っている、心が惑っている状態、真理が正しく見えない状態が惑いです。まあ、心暗い、知恵がないから惑っている、迷っている、暗い心でする業、業とはこれは行いのこと、行為のことですね。暗い心でする行い、惑いの心でする行いはろくな種まきをしませんので、まあ、罪悪を作ったり、悪業を作ったりして、これが原因となって苦しむと。惑いというものを縁として業になって苦しむ、あるいは惑いを因として業が結果、これが因となって苦しむ。で私たちはね、苦しんだ時に自分のまいた種まきと認められたらいいんです。人が悪いんじゃない、社会が悪いんじゃない、自分のまいた種まきで私は苦しんでると、こう因果の道理が認められたら惑いは起きない。苦しんでいる時に自分の種まきを反省できたら惑いは起きないから苦しみはなくしていけますけども、我々は苦しんでいる時にほとんどの場合ね、人のせいにするんです。あいつが悪い、こいつが悪いと人のせいにするという惑い、これ煩悩ですね。愚痴、因果の道理がわからないから人のせいにする、社会のせいにする、それで惑いを起こしてまた人を責めたり恨んだり呪ったりして、さらに悪い行いをして苦しむと。だから枠ごっく、この苦の後に普通人間はね、良い心を起こせませんから、ほとんどの場合は苦しみがやってきた時に人のせいにするというね、惑いというもの、ね、迷いの心を起こして、そして悪業を作って、そして苦しみという結果を招くと。まあ、これがですね、我々の今まで生まれる前からの生命の流れなんです。この枠ごっくをどれだけ過去から、繰り返してきたか分かりません。またこれからもね、繰り返そうとしている。でこの枠ごっくを広げたものが十二因縁であります。でこれを皆さんね、知ることによって、まず生命というものは三世を貫いていることが分かる。生まれる前の過去世、生まれたら死ぬまでの現在世、そして死んだ後もあるんだなということが分かる。これ三世と言いますね。でここには二つの両重と言いまして、両方二つの重なった因果があると。過去の原因によって、過去の二つの原因、無明と行によって現在のね、これ三、すいません、これ五ですね、現在の5つの結果が得られる。5つの果があると。過去の原因によって今の結果があると。そして今の種まき、現在世の種まきによって、枠業によってまた未来の苦しみ、未来の2つの結果があると。現在の因果、ね、過去と現在の過去の
因は現在に現れ、現在の原因は未来の結果として現れると。このように三世を貫いて、私というものは生命は流れているんだということをね、まず頭でも知っていただきたいということで、このような十二因縁の説明があります。まあ今から説明いたします。まあこの十二因縁というのはですね、実はいろいろ解釈の仕方がありまして、まあ四つぐらい実はあるんですけどね。一番わかりやすい話し方を今から私します。この十二因縁をですね、過去世と現在世と未来世に広げて説明いたします。そして皆さんがね、生まれてから死ぬまでのこの体制学的に、ね、生まれてから死ぬまでのことをですね、この生育に従ってというそういう流れでこの話は存在します。まあ、今から話いたします。まずですね、最初無明ですけども、これは明かりがないと書いて、我々は過去、実は初めはなかったんですけどね、仮に設定いたします。本当の私は始めのない始めからずっと迷ってるんだけども、まあ、そう言っても私分かりませんから、一応あなたは最初は無明だったと、ね、明かりのない暗い心が私たちの本質、まあ、枠、惑っていると。で、自分というものが分からないから私たちは行動をするんですね。業を作りました。過去の惑いからですね、ある行いをします。それは自分というものを知るための行いですね。自分がわからないから、とにかくね、かき集めて、私たちではとにかくね、行動することによって自分というものを感じたい、自分というものを知りたいために、私たちは暗い心である行いをします。その過去世の枠と業によって、四季が生まれました。まあ、これはですね、荒屋敷のことです。荒屋敷。まあ、私たちならば、両親のもとにですね、両親の、精子と卵子が結合したとき、そのときに私たちの生命が宿るんです。これが最初の生まれたときの、ね、四季なんです。まず、お母さんの中に宿ったときが最初の四季。これは荒屋敷です。過去世から現在世へと入っていく一番最初の瞬間ですね。で、お腹に宿りますと、ものすごい勢いで細胞分裂をしてですね、この胎児が育っていきますね。で、まず育つのは、明と色に分かれます。これはですね、大きく、明というのはこれは心です。心。明と一で心。色はこれ肉体なんですね。まず、色、心と肉体、大きく二つに分かれますね。心と肉体から私はできてますから。色から明色になります。で、どんどんですね、細胞分裂して、六所になる。これは六根とも言いまして、目と耳と鼻と舌と体。あと、意識。これを六つ。六所と言いますね。私たち、どんどん子供ならばですね、どんどん成長して、だんだん目ができてね、お腹のね、妊娠した人のお母さんのね、カメラで撮るとだんだんすごい勢いで人間らしい顔ができてきますわね。で、この六所がどんどん出来上がってくるんです。そしてどんどん大きくなって、ね、やがてお腹から外に出てきます。そうすると、まあ、この側といってね、外に触れる。で、触れることによって私たちは認識できるんです。この側というのは触れるということですけども、正確に言ったらね、目ならば、目というものがあって、対象があって、あと目の心。目の心と目そのものの肉体と、目と目の対象とするもの。この三つが触れたときに認識が生まれると。耳ならばね、まず耳という肉体があって、声というもの対象があって、で、耳の心三つが揃って聞こえるんです。で、触れることによって、で、やがて子供もね、赤ん坊は最初分かりませんけども、だんだんですね、どんどん、情報をどんどん、ね、触れて受け入れていくんです。で、どんどん世界からいろんなものをですね、まあ、生まれるときは一回ね、過去世の、記憶は一切全部消えるそうですね。
肉体を持った生命は基本的にはね、やっぱりお腹から生まれた時はね、すごい苦しいんです。すごい苦しいので、隠せる記憶はなくなるそうです。だから、ほとんど誰も覚えてませんよね、普通の人はね。でも、荒屋敷には業はあります。で、どんどん成長していくと、世界のものに対するいろいろ受け止めることができるようになりますね。どんどん世界からの情報をゲットして、それで、やがてこの愛欲が強くなると。まあ、この辺りになったらね、幼少期、まあ、この辺りをね、幼少期としてはだんだん成長していって、で愛欲が強くなるのが大体、まあ、15歳から25歳ぐらいですかね。この10ならば、これは、幼少期、幼稚園の頃から児童になると。そして青年期になって、でますます執着が強くなって、壮年期になると欲しい欲しいとどんどんね、欲望が強くなって、そして所有、自分のものにしようとしてたくさんですね、自分のものをかき集めて、そして死んでいくと、まあ、これは心の肉体の成長段階としても、これは読むことができます。まあ、いろんな味わい方、解釈の仕方があるんですけどね。で、皆さんのこの弓道で役立つ話をするならば、まあ、この儒からこれ大事ですね。私たちは世界に触れた後にですね、この世界のさまざまな情報を受け取りますね。で、この受け取る時にですね、我々の受け止め方に3つございます。これは皆さん知っておかれたらいいと思います。苦しみというふうに受け取る場合と、楽しみと受け取る場合と、どちらでもない、不苦不楽事と言いまして、苦しみとも感じないし、楽しみとも感じない。こういう大きくですね、3つの受け止め方があるとお釈迦様はおっしゃるんですね。この世界から入ってくるさまざまな、物柄に対して、苦しみと受け取るのを苦受と言います。楽しみと受け取るのを楽受と言います。そして、不苦不楽受。楽しみでもない、苦しみでもない、あるがままに受け取る状態。苦しみでもないし、楽しいこともない。そのまま、あるがままに受け止める受け止め方を不苦不楽受と言います。で、私たちね、世界からの情報を、どうしてこういう違いがあるかといったらね、仏教では、我がこうさせるんですね。自我と言いましてね、我々は自分がわからないから、この我を、自我を作りました。ただこの自我はね、名識と言ってもいいですね。名識が我だと。この理解がいいかなと思いますね。自我、もしくは略して我ですね。荒屋敷が体内に宿った後、ね、私たちは自分を知りたいために、この大きく、肉体ところに分かれた後ですね。で、さらに私たちね、もし、ここをですね、生まれた後で理解するならば、私ならばね、生まれた時は分かりませんでしたが、気がついたらね、私ならば、名前がついてた。ね、義行という名前。そして親からね、私は、どのように見られたかと言いますと、あるイメージを持って、お前はこんな人間だというふうにね、親から見られて、あ、私ってこういう人間なんかなと、自分でイメージしたんです。だから、名前と、これイメージというふうに理解したならばね、私もわからなかったから、周りから見た自分というものを設定した。まあ、これがね、親からね、大事にされたり、お前はね、素晴らしい人間だと。大事にされたら、私は存在価値が高ければね、そんなに苦しまないですけどね。大体の場合は否定されて育ちますから、私というものはダメなんだと。こういうガーが多いですけどね。まあ、このガーができた時にですね、でガーがだんだん、これが自分だと思い込んで、そのガーができた後にですね、この自分のガーと違うものが来た時にね、苦しみを感じるんです。私というこのガーと違うものが、ね、やってくると、ねね、否定された時に苦しみを感じる。あるいは、この我が肯定されたら、自分のイメージ、自分の思いと思い通りになった時に楽事を感じます。だから、もとはこの我というものが、ね、苦しみ、怒りを引き起こし、
我が楽しみが来た時に貪欲を生み出す。もしこの我がね、本当は我なんかないんだと、自分というものはね、生命の流れであると、もし真理を悟っていたら、どんな情報をね受け取ってもね、不苦不楽事といってね、苦しみでもないし楽しみでもない、これ別名捨受とも言いましてね、まあ、これが一番いいんです。本当はね、捨受といってね、全ての執着を捨てた受け止め方、あの涅槃といったら実は捨受なんです、ね、どんなものも執着を捨ててね、そのまま現象をね受け止めることができたら、ね、苦しみもないし、ね、この必要以上に追い求める貪欲の楽しみもなくなるんです。これが悟りなんですけどね、こう受け止められたら苦しみはない。で、私たちはみんな我がありますから、ほとんど苦しみと感じるか楽しみと感じるか、不苦不楽受、これ3つ受け止め方があります。で、この受があったら必ずね、愛が起きるんです。この愛とは執着のことです。これは自己愛のことですけどね、自分がわからないからね、受け取った後、これは自分のものにしたいと、自分自分というふうにね、私たちは愛着執着を起こします。これが魔導になるんですね。まあ、これを、体制学的で言うと、どんどんね、青年期になると、ね、好きな人ができて恋愛がしたくなりますね。まあ、15歳ぐらいからどんどん25歳ぐらいまでものすごくですね、愛欲が盛んになります。そして執、これも執着ですね。取りたい、自分のものにしたい、自分のものを手に入れたいというね、まあ、そういう執着がどんどん強くなっていく。まあ、25歳以降でもね、だいたい50歳ぐらいまではね、欲しい欲しいになりますね。そういうふうにもこれ味わえるし、この愛と主で執着と理解されたりですね、愛ね、とにかく愛といったら苦しみを受け止めたくない、怒りで苦しみを排除し、あるいは楽しみをもっともっと欲しい欲しいで、苦しみに対する執着と楽しみに対する執着を起こすんです。もし皆さんが不苦不楽受、捨受、あるがままに受け止めたら、そんなに執着は起きませんから、罪は作りませんが、我々は我があるために、自我があるために、ほとんどの場合は怒り、苦しみに対しては怒りを起こし、楽しみに対しては貪欲、むさぼるという欲望を強く起こします。それがこの愛なんです。愛着、ね、執着を起こす。さらにもっと自分のものに取り込もう取り込もうとする、これが執なんです。執着を起こし、自分のものにしようしようと取り入れようとする、これが惑い、煩悩である。これが業となって次に現れると。主の後ね、うはこれね、存在、この世界の存在を言いますし、私という存在という言い方もある。またもっと別な言葉を書いたらね、所有の言うと思ってもいいです、ね、所有する、ね、執着すると自分のものに所有しますよね。だいたい50ぐらいになったらね、家一軒持たないと男と言えるかいと、私は持ってませんけどもね、別に私はいいんですけども、言われますわね、自分の一軒を家を持つ、ね、これぐらいの地位があって当然だろうと、自分のものにして、所有して安心しようとする。で、この場合多くの人はね、執着するために、まあ、この良い行いでもね、悪い行いをして罪を作って、たくさんのお金や地位や名誉を得て苦しむ人が多いと。で、そういうね、枠によって、現在ね、所有して業を作った場合ね、それが死ぬまでに現れることもありますが、蒔いた種がね、でも、この世では現れない場合もある。それは次の章に持ち越して、またその報いを受けなければならないと。で、この枠によって業を作ったならば、これで死んだ場合はね、この死んだ瞬間また次の生が待ってます。皆さんが命を終えたならば、今までの枠と業によって、それで次の章、次の生が決まります。で、この生まれてから年老いて死ぬまで、生まれた場所もですね、今までの種まきで決まるし、生まれた後の顔とかね、スタイルとか、一人一人性格みんな違うのは、
今までの枠号によって生まれてからその人の次の章の一生の運命が決まると。で、次の章の生まれてから年老いて死ぬまでは本質から言ったら苦しみですよと。表面的には苦しみは嫌だから楽しみがあるように見えますけども、お釈迦様から見たら本質はみんな苦しいんだと。例えば若い人にとってはね、もう寝転んでいる人は幸せに見えます。お年寄り見たらね、いつも寝ている幸せだと思いますけどね、寝転んでたら苦しいですよね。ずっと病院で寝たきりになっていたらね、すごい苦しいですよ、ね、この椅子でも座ってたら気持ちいいですけどね、何時間も座ってたらね、座るの苦しいです。だから本質はみんな苦しみなんです。だから何やってもね、本質は苦しみだから、このね、苦しみの本質を、ね、知って、こっから脱却する、この苦しみの輪から逃れる方法を仏教では説いてあるんです。で、私たちは、この過去世の、ね、枠と業によって現在、ね、いろんな苦しみを受けています。そして現在、枠と業によって、未来の苦しみを生み出すと。まあ、今日の説明はね、この四季から生むまではこの体内に宿った瞬間からだんだん育っていくという、うわ、最後これ亡くなるまでの50代後半のね、亡くなるまでのことなんですけども、これをもういろんな解釈ができてですね、この四季から生むまで、ね、これをもう一瞬で捉えることもできると。だから、この無明と行というのはですね、過去世のことなんだけども、過去世においてね、この生老死もあったんですよ。生まれる前も生まれてから老死までがあった。あるいは生まれる前も死期から妙死期からずっとあって、生むまでが過去世であったんです。そして現在世もですね、ここが無明と行とも言えるんです、ね、暗い心で行いしているのがこの世の人生なんですね。で、死んだ後も、ね、無明と行があるんです。死んだ後も迷いがなければ無明の闇を抱えたまま行いをしていると。だから、これは当てはめられますから、無明と行は過去世も今生も無明と行、死んだ後も無明と行です。そして、死期から生むまでのこの、まあ、7つですね、これです。すいません、これ3です、ね、すいませんでした。現在数の3位ですね、このね、8つはこれは過去世もあったし、死んだ後もあった。で、生老死も過去世も生老死だったし、現在も生まれてから年老いて死んでいく、未来も生まれてから死んでいくと、まあ、こういうね、3つ分けることができます。で、これを聞いたらね、やはり私の生命は根性だけじゃないと。やはり、ね、生まれる前も存在した、死んだ後も存在することが、このお釈迦様の発見された十二因縁で我々は知ることができるんです。で、それで仏教では、ね、この因果の道理といってもね、正確に言ったら三世因果というんですね。この因果の道理を三世で説明すると、どんな不条理や一見ね、矛盾があるような運命を見てもね、全部説明を一応つけることができます。だから三世両重の因果といって、生命は過去世現在世、過去世現在世未来世の3つに分けることができるし、この三世には2つの、ね、重なった因果があると。過去世の任意、過去世の2つの原因が無明と行という2つの原因、現在世の5つの結果が四季、妙四季、六章、食、十。ここまでが現在世の5つの結果。そして、愛、衆、う。この愛、衆、うが、これが現在世の3つの原因。で、この原因によって未来世。未来世の2つの結果。生老死があると。だから、この三世の中に2つの因果。因果が存在する。で、これが分かるだけでもね、あ、生命というものは、三世を貫いているんだなということが分かります。で、そこでこれを
一番の目的は、苦しみの原因を皆さんに知っていただくためであります。仏教では、この苦しみの原因をどう教えているか。ワクゴックを見ればわかります。ね、ワクゴックがね、二つ存在する。ねね、過去のワクゴックによって現在の苦しみがある。現在のワクゴックによって未来の苦しみがある。こう分けてますけど、これをね、現在性でこれを全部収めることもできます。今の皆さんの苦しみの原因は、どこにあるかと言いますと、二つ考えられる。一つは、愛。もし今皆さんがね、生まれてから死ぬまで、年老いてから死ぬまでを考えてみると、これは苦しみでありますね。その苦しみは、業によって苦しみが起きた。業をもたらしたものは枠ですから。つまり、愛、執、共に執着ね。これ仏教で、割愛と申します。割愛。これ元は仏教の言葉なんですね。割愛。割愛が苦しみの根本という言い方があります。愛が乾く。こっちが分かりやすい。仏教ではあなたが苦しんでいるのは愛が乾いているからですよ。つまり執着があなたを苦しめますよと。こういう言い方の方が分かりやすい。今の苦しみは、ね、この執着が湧く。執着によって業を作って苦しむから、あなたの苦しみは、愛執、割愛が苦しみの原因という言い方が一番ぴったりくるから、執着をなくすためには、ね、無常が大事ですよという言い方をするんですね。しかし、もっと奥を尋ねてみると、仏教では、これはなかなか分かってもらいにくいですけども、この愛を生み出した、この枠を生み出した元は、ね、これは現在苦しみだから、それは、ね、行、さらに無明と、自分というものが分からない、自分が分からないところに一番の根本原因があると。自分が分からないから我を作って、そして様々な、我からですね、呪になって、そして執着が起きるんだと。だから無明の闇を破ったら苦しみの根本原因がなくなると。だから仏教では皆さんの苦しみ、悩みの原因を二つ教えることができます。一つは割愛、執着によって苦しむという方と、あなたが自分の姿がわからない、無明という自分に暗い心から苦しみが起きるというね、二つ言い方があると。まあ、どっちも正しいです。まあ、今日皆さんならばね、この執着が私を苦しめる。もう一つ、無明が私を苦しめる。まあ、これをですね、知って、この根本原因をなくしていくね、今日は薬を教えていただきましたので、それをしっかり、飲めるようにね、努力していただきたいなと思うんですね。まあ、これ全部一回では無理ですから、まあ、できれば何回もね、まあ、DVD 撮ってますから、見ていただければありがたいんですけども、苦しみの原因は執着。これが原因となって苦しむ。でもっと奥をたどれば、今の苦しみは無明というですね、苦しみ、自分というものがわからないところから起きてくる。だから12年で2つのことが明確になりました。だからこれがね、わかればお釈迦様の悟りともう同じになります。だからこれ1回で分かったらもう超天才ですからね、あの別に分からなくてもね、別に落ちる必要ございません。まあ、ただ何回もね聞いていけばね、ちょっとずつ分かるように、なってまいります。まあ、この教えたいポイントは、この苦しむ原因は何であるかということですね。じゃあですね、この無明の闇を破るにはどうすればいいのかと言いますとね、やっぱり愚痴だから、まずは自分は愚痴であるということを素直に認めて、私は知恵がない人間だと、愚かな自分だと、あの有名な浄土宗開いたね、法然上人なんかはね、私は愚痴の法然坊とね、懺悔しられます。私は愚かな愚痴いっぱいの人間だと。そういう認められたら、人をバカにしたり、人をね、見下したりする気持ちがなくなります。だからまずはこの謙虚な気持ちで、私は愚かであると、
こういう自分が認められたらね、この教えが入っていくんです。愚かであるのは、どうしてなのかと、ね、私愚痴から、ね、一切の苦しみが起きてくると。でこの愚痴を破るために仏教があります。でこの愚痴を闇に例えますからね、あのお仏壇にはですね、お灯明がございます、ね、ろうそくの火。このろうそくの火はね、知恵を例えています。知恵、光といったら仏教では知恵を表す、ね、光が差し込んだら闇が消える。だからこの闇を破るにはね、光が必要なんです。でその光に当たるのが知恵ですから、この知恵を身につけるには聴聞なんですね。教えを聞いた分だけちょっとずつ無明の闇は破れていきます。ただこういうご縁をね、一回でも多く持たれて、ね、このちょっとずつね、教えをしっかり聞いて無明を破っていくと。あるいは人と向き合ってね、現実から逃げずに人と向き合って、相手は自分の心の内側というふうにですね、受け止めて、人と向き合っていくことも、無明の闇を破る、そういう方法もあります。この愚痴をなくすには知恵ですから、光というものが必要。それで仏教ではお灯明が必ず仏壇には存在するんですね。でこの無明が一番の根本原因であると、こう教えられます。もう一度ちょっと復習いたしますと、この愚痴の病というものは12因縁、12の因果関係、これがわからないから、この12因縁、12因相を、12因縁の姿をね、あるがままに見ていきなさいと。一番の根本原因は自分がわからないという無明から起きている。これが惑いである。そして自分がわからないから行為を起こします。これが具体的な行い。これが過去世の2つの原因。今私たちが生まれたのは過去のそういう枠号、無明と行によって今我々根性の生命を受けました。でお母さんに最初宿った時がこの四季ですね。そしてどんどんですね、成長してきます。で自分がわからないから私たちは名式で我というものを作りました。この周りから自分はどう見られたか、我というものを作った。作ったからですね、樹でですね、自分の我にあったものは楽、楽しみだと感じ、もっと自分のものにしようとして貪欲が起きたし、自分の我を否定するものがあった場合は、苦しみと感じ、怒りが起きた。でどちらにもないものは舎利ですけどね。で自分が分からないから執着して、次ですね、愛、執着というものを起こす。でさらに主もこれ執着ですね。これが煩悩、迷いなんです、惑いなんですね。で愛、主によって愛着し、自分のものにしようとして執着を起こして、そして所有しようとする、ね、それが業となって、行いを、ね、煩悩によって業を作って、これが現在世の3つの原因。この現在世、こういう愛、執、有によって種まきを作ると、それがこの世にも現れるけども、全部は現れませんので、死んだ後にも現れる。それが皆さんの次の章における結果として生み出されると。また次の章をね、できれば皆さん人間に生まれてもらいたいですけどね、また人間に生まれて仏法が聞けるようになっていただきたい。で生まれてから老いて死ぬまでの運命は、根性でもそうであるようにね、みんなバラバラですね。それは今までの種まきが次の章を決定しますから。だから根性で作った枠号、現在の3つの原因によって、次の章をまた生まれてから年老いて死んでいくまでが未来世の2つの結果。だからこの結果には必ず原因がある、原因には必ず結果を生み出すと。これでこの大宇宙全てのありとあらゆる生命をね、まあ特にこの場合は人間ですけどね、この全ての大宇宙の生命の実相、お釈迦様はこの瞑想によってですね、真理を発見されて、このね、古今東西の全ての生きとし生けるものの苦しみ悩みの原因を12の言い方で、12の因果で教えられた。これを分かりやすく、もっと短く言うならば、枠ごっくの2つの枠ごっくで教えられた。だから枠ごっくは2つありますから、苦しみの原因は執着という言い方と、
無明という自分がわからないという無明が原因だという言い方が2つあって、でこれをなくしていくのが仏教ですと。でこのメカニズムが分かれば愚痴の病が破れて苦しみから解放され、やがて、本当の幸せ解脱というですね、究極の、悟りが開けますから、そこまで導こうとされたのがお釈迦様であり、また親鸞聖人であります。まあ、このね、愚痴の病ね、決してなくならないものじゃありませんから、皆さんが聞いた分だけ、仏教の教えが深くですね、理解したできた分だけ愚痴の病は減っていきますし、減っていくと同時にこの執着もだんだん減っていきますので、これからも皆さんと共にね、文法精進に励ませていただきたいと思います。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。